はいどうも皆さんこんにちは、ゆずいっこです。それでは今回なんですけども、マイナンバーカードに健康保険証機能の事前登録を実際やってみた、マイナポータルの登録方法を解説ということで、昨日の動画でも少し取り上げさせていただいたんですが、マイナンバーカードに健康保険証の機能がつくということで、今はその事前登録の期間となっています。まあ、そこでですね、今回僕も実際に申し込みを行ってみましたので、まあ、少しでも参考にしていただければなと思います。それではいってみましょう。 ということで、早速ですね、お伝えをしていこうと思うんですけども、昨日の動画では冒頭にちょっとだけですね、何分間だけお話をさせていただいて、まあ、結構浅い状態でまあお話をしたんですけども、今回はまた新たにちょっと解説をして、プラスアルファ実際に僕の申し込みした流れをですね、まあ、そこもお伝えしようと思います。 で一応おさらいなんですけども、マイナンバーカードが健康保険証として利用ができるようになりますということで、これは2021年の3月予定と一応今のところはなっております。そしてこのマイナンバーカードに健康保険証を登録しておくと、どんないいことがあるのということで、これちょっと公式ページそのまま引っ張ってきました。結構シンプルでわかりやすいです。まずここですね、就職、転職、引っ越しをしても健康保険証としてずっと使えるということで、まあ、それこそね、マイナンバーカードにこの健康保険証が付くことによって、 毎回ね、この、まあ、例えば転職されたことがある方いらっしゃると思うんですけども、新たにこう会社からこう健康保険証を配られたりとか、まあ、住所が変わったとしても、このマイナンバーカードで管理できるようになるということですね。次はこちら、マイナーポータルで特定検診情報や薬剤情報、医療費が見られますということで、そして3つ目はマイナーポータルで確定申告の医療控除が簡単にできますということ、そして4つ目は窓口への書類の持参が不要になりますということですね。 で実際にこの医療機関とか薬局でどんな風に使うのというようなちょっとした例が出ておりました。まあ、今、オレンジのところにも書いている通り、医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで使えるようになるみたいです。 で、米印でも書いてあるんですけども、かざした後に顔写真で本人確認をしますと。これでまあ実際に使えるということになりますね。で、下にも、ちょっとしたうさぎちゃんのようなマークで、あのどんな風に使うのということで、まあ、例が出てるようですね、ピッとかざすだけということになるので、まあ、これはこれでね、全員が全員ちょっと使いこなせるかどうかっていうのは、ちょっと謎なとこではあるんですけども、 実際にこれができれば、ねまあ、その使っている自身も本当に使いやすくなると思いますしその医療機関や薬局の方もあすぐデータが出てくると思うのでそれはそれで結構ありなんじゃないかなと思います。 で次にいつから使えるのということなんですけども、まあ、上から見ていただきたいんですがまず今現在ですねマイナポータルでマイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込みが可能に今はなっておりますあくまでもとりあえずまずは申し込みが可能になっている期間ということですね そして2021年の3月から括弧予定ということですのでこの段階で医療機関とか薬局などで順次マイナンバーカードを健康保険証としての利用が可能になるということですねなので今のうちに登録しておいて、まあ、徐々に徐々に3月から全部使えるわけではなくて順次使えるようになるとでマイナポータルで順次特定健診情報の閲覧が可能にということなのでこちらも同じように全部いきなり使えるわけじゃなくて対応しているところから使えるようになるというイメージですかね そして2021年の10月からこれも予定なんですけどもマイナポータルで薬剤情報、医療費の閲覧が可能にそして先ほどもちょっと出てましたこの2021年分所得税の確定申告からこれも予定なんですけども確定申告に送る医療費控除の手続きでマイナポータルを通じて自動入力することが可能になるということですね、まあ、なので基本的にその確定申告ね普段というか毎年されている方からするとこれはこれで結構便利になるイメージはできますね それではお待たたせしましま実際にですね僕も申し込みを行ってみました。まあこれ僕の場合はですね iPhone を使っているので iPhone ユーザーの方に限るところではあるんですけども、も Android ユーザーの方もまあ画面自体は似ていると思うので、まあ、少し参考にしていただければなと思いますで。事前登録の前に事前準備というのも必要になっております。大きく分けて3つですね。 まず1つ目なんですけどもマイナンバーカードとプラスアルファ数字4桁のパスワードですねマイナンバーカードとは言っても通知カードの,あのペラペラの紙じゃなくてカードタイプのマイナンバーカードですねでそれを作成された方は必ず数字4桁のパスワードを設定されていると思うので必ずこれですね間違えないように、まあ、ご自身所持されていると思うのでまずそれを準備してください次2つ目マイナンバーカード読み取り可能なスマートフォンであったりとかパソコンの場合はですね IC カードリーダーが必要となっております でポイントはですね読み取り可能なスマートフォンですね。なので、いわゆるそのかざして対応してないものに関しては対応してないと。で,でどういったものが対応しているかどうかっていうのはご自身のスマートフォンを事前にチェックしておくのがいいのかなと思います。ちなみに僕は iPhone 10 s を使っているので、これは読み取り可能なスマートフォンとなっております。そして最後3つ目はマイナポータルのアプリということですね。今回僕もですねマイナポータルのアプリ入れたことなかったので、こちらのインストール方法もせっかくなのでお伝えしようと思います。 それでは早速ですね iPhone の方の場合は App Store からマイナポータル AP というのがあるのでまずこれをアプリをインストールをしますで真ん中の入手からインストールをバッチリできるとこの開くというところに変わるので開くをタップしてください そうすると、マイナポータルのアプリ開くので、この4つ出てるうちの一番上のスマホでログインというのをタップします。そしたら、ここで、マイナポータルにスマホでログインということで、まあ、今真ん中にですね、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のパスワードを入力してくださいということですので、ここに関してはマイナンバーカード発行された時のですね、4桁のパスワードを入力してください。で、入力ができましたら、次へで進みます。そしてですね、今、文面にも出てるようにですね、上の図のように iPhone ですね、マイナンバーカードをこんな感じにかざします。でうまく 重ねることがで、きまししたらここの読み取り開始をタップしてくださいでバッチリですね、読み取りが完了できると、こんな風に読み取りが完了しましたという風に出てきます。で、画面を進むと、処理中ですしばらくお待ちくださいという画面から、次にマイナーポータルの利用者登録の入力画面に切り替わります。でですね、ここでマイナンバーカードによるログインが成功しましたという風に出ているので、それが確認できたら下の画面に進んでください。で、ここで登録するメールアドレス入力していただく必要があるので、ご自身で普段から利用されているメールアドレスを入力してください。そして うまく入力ができると、ここの利用規約に同意して確認というところをタップします。そうすると確認画面が出てきます。利用者登録の確認ということで、メール通知の希望をするに僕は一応チェックを入れてるので、メール通知を希望する。そしてご自身の入力したメールアドレスが間違ってないかというところをチェックして、ここの完了というところをタップします。そしたらですね、これでまずマイナポータルの利用者登録がこれで完了となります。登録自体はもう2、3分でできるので、ぜひこれはぜひ。 やってみてください。で、それができましたら、ここのメインメニューをまずタップします。で、それができましたら、今度メインメニューというところをタップします。そしたらですね、またマイナポータルの画面から切り替わりまして、今回の本題でもあります、健康保険証利用の申し込みというところがあるので、そこの真ん中の利用を申し込むというところをタップしてください。そしたら、ここでですね、登録内容について確認してくださいということで、画面を下に下がっていただくと、ここにマイナポータルの利用者登録を行うというところにチェックを入れて、ここで同意して進む、同意して次へ進むをタップします。 で画面が切り替わると、ここですね、ちょっと注意していただきたいんですけども、まあ、先ほどからちょっとお伝えしている、マイナンバーカードを設定した時の4桁のパスワードですね、まあ、これなんかいろいろニュースでも出てるんですけどもあの、とりあえずこの4桁のパスワードを3回間違えとロックかかるんですよね、でそれを解除するためには、米印も出てる通り、市区町村の窓口での手続きが必要になりますということですので、もう絶対ここは間違えないようにお願いします。ままあねご自身が設定されれたので、まあ、忘れるってことはよっぽど のことがないと忘れることはないとは思うんですけども、必ず正しいパスワードをですねしっかりと入れてください。で、事前にちゃんとパスワードを確認できた段階でここの申し込みをタップして。 そして、ここで、そ、先ほどのそのパスワードを入れていただくと。で、入れていただいたら、次をタップしたら、先ほどと似たような感じに、また、あの、マイナンバーカードをかざす画面が出てくるので、ここで読み取り開始をタップします。そして、同じようにスキャンの準備ができましたと出るので、iPhone の方の場合は、カードを上に置いていただいて、で、それがうまくできると、今、真ん中のように出てきますね。正常に受け付けましたということで、で、先ほどからもお伝えしたように、ここに、ま、健康保険証としての登録状況ということで、システム準備中のため、しばらくお待ちください。2021年3月までに登録完了予定と。 いうことでですねで最後に簡単にだけちょっとまとめさせていただきましたまあ冒頭でもお伝えしたように今現在に関してはマイナンバーカードに健康保険証の事前登録の期間となっていますので登録事前登録したからといってすぐに使えるわけではないのでここは間違いないようにお願いしますで本格的なスタートに関しては2021年の3月から予定ということになってますで3月から全部使えるわけではなくて順次使えるようになってますので、まあ、これに関しては公式ページを随時チェックしていただて 行くのが一番いいのかなと思いますまあ、もしくはもう僕の動画でもですね新たにその使えるようになったっていうことがあればそちらも動画でもしくはツイッターとかでもお伝えできればなと思いますで最後3つ目マイナンバーカード発行まだの方はですねなるべく早めに申し込みをということで、まあ、これに関してはですねこの動画の前にマイナーポイントについての動画もちょくちょく動画に上げてきましたなのでまあその時の段階でマイナンバーカード発行された方も結構多いのかなと思うんですけども まあ今後長い目で見てマイナンバーカードを持ってたら健康保険証と一緒になるなって考えたらまあ所持する数も少なくはなるのでそれはそれでまあ今のうちにマイナンバーカード発行した上で健康保険証と連携しておくのが僕的にはいいのかなというふうに思っております。 まあそんなこんなで今回はマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりますということについてお伝えさせていただきましたいや本当にねこの動画の中で全然関係ないけどマイナンバーカードって何回言ったことやらっていう思うぐらいちょっと何回も言ったんですけどもまあそれだけねまあ 結構便利な機能だなというふうには僕的には思ってますのでぜひですねまだ事前登録されてない方がいらっしゃいましたら少しでも参考にしていただければなと思います、まあ、始まる期間に関しては来年の3月からということなんですけども気がつけばほんと3月とかすぐに来ちゃいそうなので僕も医療機関であればもう歯医者さんとかでも多く健康保険証を使うことがあるので実際にねそこで使えるかどうかっていうのもちょっと試してみたいなというふうに思っております で今回お伝えしたマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになるっていうことの、まあ、公式のページに関して下の概要欄に貼っていますので詳細気になるなっていう方がいらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました